今日未明、福岡市の西部水処理センターで火災が発生しました。火の勢いは収まっていますが、くすぶっている状態が続いているということです。警察と消防によりますと、午前0時54分、福岡市西区小戸の西部水処理センターの従業員から、汚泥を燃料化する施設から火が出ていると消防に通報がありました。施設から白煙が上がる様子が確認されたということです。消防車15台などが出動し消火に当たっていますが、午前6時の時点でも火がくすぶっているということです。この火事で怪我をした人はいません。消防車のホースを渡すため、マリナ通りの小戸公園交差点から愛宕浜4丁目交差点の間が午前5時前まで通行止めとなりましたが、交通規制は解除されています。